道なき道を、水辺があるんかどうか分からへんぐらいの道、びちょびちょ。えぐいなこれ。うわ、えぐいなこれ。これちょっとえぐいな。どのルートも一緒やなこれ。えぐいな。これはいけるん。すごい高い壁があるけど、いけるやつかこれ。見てくださいズボンびっちょびちょ。なんとか水で付近にはこれだ。投げれるんかこれ。いいとこ行ったな。ほんまはね、キャラベネの号とか巻きたいんですよ。ただ針先出てしまってるから、あれでやってね、引っかかって1投目、こんなに頑張って苦労してきたのに1投目引っ掛けてバーれたら元も子もないから。だから、まあ、一番そういう面でスナックレスね、性能が高いカバースキャット、しかもおったら食うやろうという、これは一番食うはず。魚はおる魚に対して食わす能力が高いはず。近距離に投げた時はちょっとね、ラインが沈むまでちょっと待つ方がいいかな。ちょっとだけね。水深はね超浅い。カバースキャットはいつボトムついたか分からへんぐらい浅い。もう投げて糸吹き取ったらボトムついてるんで、あ、こんなんなんですよね、言うて。そこ見えてるんで。で、その深いところから浅いところを見てる感じ、バスが。だから、浅いブレークの上を通すと食わせやすい。どうやって取る？でかい。メスやな。
よしよしよし、来た来た来た。危な、落ちるとこやった。オッケー、三角コディさんで来た、メスブリブリやったね。45ぐらいかなサイズは。足元のねブレイクに折って、ブレイクからこっち見とったんで、ピュッと入れてペピッてやったらパクッて、でちょっとね枝があったんで枝をペペッて乗り越えさせたんですよ。リアクションでフッて食ってくれた。ブリブリ、いやー、メスやな、かっこいい。よっしゃ、ありがとう。いや、ヤブコギした甲斐があった。苦労したけど一匹釣るまで。最初ねずっとカバースキャットやっとって反応なくて、でちょっとね歩いていったらバスおったんで、よっしゃ、太いなこれ、重い、ありがとう。はい、ちょっとね三角コディさん飛んでいきました。結び替えとこ、結構こすったからっていうでも、この笹みたいな枝なんで全然こすってもラインが傷むっていうことはないと思います。ほとんど傷んでないと思う。うん、全然傷んでない。これはねだから巻かれても大丈夫なんですよ。硬い木あるじゃないですか、硬い木とかバラ系ですよね、怖いのは。あれは厄介やけど、笹系はまあまあ10本ずつあれば全然、蜂やったらちょっと怖いかなって感じですけどね。三角 T さんがなくなったから普通にこのヘビーガードタリズマン、まあ言うてやっぱり三角コティさんほどスナックレス性能は高くないから。もうねだいぶ火上がって、もう当たりとか全然なくなってきたけど、次は逆にこのカバーシェードできるじゃないですか。そこへこれ三角コティさん 2.2g のネイル入れてます。まあスッて落ちるし、そのスッと落ちたホールのリアクションとシェイクした時のメリハリの効いたアクションで誘っていくために、もう姿見える前に打っとく。今ね後ろに、まあこう向いたら右に太陽があるんですよ。だからこの足元がシェード、くっきりシェードになってるはず。今はこんな激が高かったら、だからこのキワキワに落としていく。大きい落とすんじゃなくて、もうキワ、水があるかどうか分からへんレベルのキワに落とすのが重要かな。だって沖からよ岸に寄ってくるのちょっとおかしいじゃないですか。だったらもうこういてるバスに対して直で落とす。でもサミングしながらゆっくり落としていく。例えばこういう草の中に突っ込むじゃないですか。こういうとこにこうボチョンっていくんじゃなくて、こう草に引っ掛けながら落としていく。で引っ掛けて引っ掛けて落とすみたいな感じで着水音をなくす。結構ねサイトやってわかるんですけど、このね笹とかにカサカサってなりながら落ちる、その音でバス逃げてるんですよ。喧嘩してるでカラスは。その音で逃げるぐらいやから、まあまあシビアですよね。だからしっかりそういうのを丁寧に、今みたいな回収の時も引っかかったら音鳴るじゃないですか。それで逃げる可能性もある。うわ、でっかいのおったな、大きい逃げてった。あれは無理や、無理無理、あれは。次はこう一個一個落としていく、良さそうなところ。あそこやな。いけそうやねんけどな、そこ。
あ、コバス来た。あんなコバスって反応するのかな。全く無視か。コバス完全フル無視ですね。こんなシェルいてそうやけどな。でも今売ったからな。折ったとしても食わへんやつなんでしょうね、多分。よくわからへんな、マジで。足元だけ打っとこうか。足元シェイクできた。オッケー、三角コティさん、カバー猫、もう足元のレーダーに吊るして。うわ、後ろめっちゃでかい乗ってきてた。ラインかかったままや。ちょっと切りますね、先。タモに絡んでもってる。どうなってんねんこれ。むちゃくちゃタモに絡んでるやん。先外したろ。外れるか。うん、オッケー、外れた。はい、40ちょっとですね。42、3。カバー猫で上顎がっつりでした。ありがとう、ヒレッピン。ええバスやな。オッケー。ありがとう。ちょっと今日はカバー猫。いい感じですね。ただ三角コティさんがまた飛んだ。もろいな、あれ。ノリーズのワームが、もろいですもんね。ちょっともろすぎる。マジでかいでかいでかい。やばいだね。やばいとこでかけた。持ってくれ、ライン。やばいところでかけたな。完全にロックしてもてるな、これ。
やば、ラインめっちゃ絡んでる、体にも。やった、魚のダウンショット。はい、 3.5g ダウンショットで、多分これ3キロいったな。でかすぎやろ。そして55ですね、55。ほら、追い開きで映ってるかな。はい、55、オッケー。3キロぐらいあるわ、重い。はい、どうすか、やりました。もう柄むちゃくちゃ綺麗な55キノカーモンスター、やった。いや、マジでもういろんなところに絡まってて、ほんまに危なかった。よう取れたな。でかすぎやろ。オッケー。見てください、この柄の綺麗さ。むちゃくちゃかっこええ。ありがとう、マジで。ほんまありがとう。上と剥がるやつじゃないけど、多分3キロぐらいある。ちょっとマジで重たいです。ありがとう。はい。魚の 3.5g のフリーノットで結んだダウンショット。フリーノットで結んでるんで、針が常に上に向きます。はい。で、ラインは10ポンド。ほんまに10ポンド用耐えたなって感じですよね。もう、あの木に絡んで、正直バチついてないかなと思ったんですけど、なんか、むちゃくちゃ運いいですね。で、なんかもう、えらい、いろんなとこに入ってるから、バスが。むっちゃ体とかにライン巻きついて、もうぐるぐるなってた。めちゃくちゃ引いたな。この間のもそうですけど、マジで木の川のバス、ありえんぐらい引くんで。で、ちょっとやっぱあそこでかけたら、あんまり狭いポイントやったんで、横に走られたら無理できへんから。だからなんぼ10ポンドって言っても、無理するとね、やっぱり無理なんで、もうそれは、
無理せず、クラッチ切りながら、まあ、ほんまに今のもう奇跡つけるね。バレへんかったのが奇跡かな。普通あんなんバレますもんね、大体。時間かけた甲斐があった。あんなでかいの55、まあ、この間釣ったのぐらいですけどね。この間のよりも太かった。この間のも多分ね、同じぐらいのサイズなんですよ、長さは。でも重さが多分この間のは2500、600とか、今のはおそらく3キロ超えてる多分ですけどね。55であの太さやったら、で肉厚が、てか肉厚っていうか、この横幅とかもすごかったし、尻尾の付け根とかもえぐいぐらい太かったんで、いやー、やったー、手震える、マジで。あのクラスは手が震える。しかもあれが取れたことが、もうちょっと今日釣れすぎ、手ボロボロ、魚やばいな。はい、マジで。まあこれ掘ってても、テールは勝手に揺れてくるんですよね。でリアクションでも結構ね、ピャッてなって、このシンカーが落ちた瞬間にひらってなって、こう結構テールは揺れてるんですよ。常にテールが揺れてて、まあ例えで言うとワームバンドフラッシュブーストみたいな感じ。結構これフラッシュングもするんで、でもうほんまに多分ね、水の中に入れたら分かるんですけど、止めることができへんのでね、このテールを。このテール止まらないんですよ。ほんまにワーム版フラッシュブーストなんですよね。そんな感じで、まあまあ、そら、釣れるわっていうようなワームです。はい。いや、ちょっともう、満足。お満足だ。